はい、日本100メーター大学生のさんちゃんです。今日はですね、筋トレというところで私がいつもやっている、トレーニングをね、皆さんの前で、やっていくような企画っていうのもいいんじゃないかなというふうに思ってまして、まあこれぐらいできるとですね、登山だいぶ楽になりますよと、まあ結構ね、常人離れしてるかもしれないですけども、どういったトレーニングをやってるのかっていうのをですね、皆さんにお見せしていきたいと思います。最近ですね、大学の方で教育実習とか、あと卒論とか、割と予定が入ってくるようになったので、なかなかですね、動画の投稿っていうのはちょっとできにくくなるんですけども、その合間ということでね、でもできるといったところで、こういったちょっとトレーニングをね、家での、感じでお送りしていきたいと思います。ぜひともですね、ゆったりやりますので、この動画合わせてですね、筋トレするのもいいと思いますし、ちょっとね、早送りしたいよって方はですね、どんどん、倍速で見ていただけるといいかなというふうに思います。今日はですね、このアブローラーというものをやっていきたいと思います。いわゆる腹筋コロコロするやつですね、これ、やるんですけど、膝ついてでもいいと思いますし、私はですね、今はちょっとコロナでジムに行けないのでできないんですけども、背中にですね、20キロぐらいの重りを、乗せまして、それでいつも、コロコロしておりました。かなりね、ジムでやると、稀有な目線で見られますので、面白いんですけども、それはね、悪くはないです。はい、ということで、今日はこれをね、10回3セット、間1分ぐらいで、ね、やっていきますので、ぜひとも実践していただいて、見ていただければと思います。はい、行きます。このトレーニングのポイントですけども、結構ですね、体に負荷がかかるので、関節とかですね、壊さないようにっていうのがすごく大事です。で、しっかりね、ストレッチするようにしてください。この動画撮る前にですね、私ストレッチしてやってるんですけども、目線とかですね、意外と重要で、顔はへその方を見ると、で、手首はですね、しっかり、こういう形じゃなくて、ちょっと立てるような感じでやるといいのかなというふうに思います。あまり負担がね、かからないようになるんで。で、できない人はですね、まずかかとじゃないです、膝をついてからやるようにしていくといいと思います。はい、じゃあ2セット目いきます。再び1分休養です。ガタガタ言ってますね。さすがにこれぐらい強度強いトレーニングですので、若干息切れはありますね。毎回次の日は筋肉痛に苛まれるんですけれども、私としては腹筋のトレーニングの中で一番効果はあるなっていうふうに思ってます。これ非常にいいですね。やっぱり追い込んでた当時、
多分2年ぐらいが1、2年ぐらい前が一番追い込んでたんですけど、その時って腹筋本当に8個出てくるぐらい、まあなんか遺伝子の数で腹筋の数って決まるらしいですけど、8個目が、一番下のですね、筋肉が、あ、終わっちゃった。出てくる、時があったぐらいなので、これすごいいいトレーニングだなっていうふうに思ってます。はい、まあね、登山にもすごい役立つっていうところで、やっていくことがいいんですけども、まあ最終セット、いきますね。はい、ということで、10回3セット終わりました。いやー、きついですね。きついですけど、まあこの一つ一つの痛みのおかげで登山が楽になります。で、このトレーニングなんですけども、腹筋強くなるんですけど、意外と腕、背中とか足とかもですね、鍛えておかないと、どっかしら支障をきたしますんで、しっかりですね、バランスよく鍛えていく上でやっていただけるといいと思います。結構諸刃の剣みたいなトレーニング、体壊すか強くなるかみたいな感じなので、難しいところもあるかもしれないですけど、もしね、真似される方、お怪我にお気をつけて、少しずつやってみてください。私はいつもこんなのやってますよといったところで、これからもちょっと筋トレ動画を出していきます。ぜひともいろいろ見ていただけると嬉しいです。私のチャンネル、下の方で登録できますので、チャンネル登録とグッドボタンの方お願いします。今日もありがとうございました。気をつけていってらっしゃいください。